パッチギ、Love&Peace は2007年5月19日公開の日本映画。監督は井筒和幸、エグゼクティブプロデューサーは李鳳宇。2004年に公開されてヒットしたパッチギのキャストを一新して迎えた続編的位置にあたる作品。スポーツ報知の映画担当記者がその年度最低の映画や監督を選出する蛇いちご賞にて、本作の井筒監督が2007年度の監督賞に選出されている。前作の1969年の京都から5年。70年代の東京を舞台に、その後のアンソンの一家を中心とした在日韓国、朝鮮人の人々の生活と、前作では描かれなかった父親世代の姿を描いた物語である。前作のエンターテインメント的な物語展開は抑えられている。キャッチフレーズは、生き抜くんだ、どんなことがあっても。1974年当時の世相、ファッション、流行等が垣間見える。また、在日コリアンが直面していた差別の場面が数多く登場する。また、アンソンの父の回想シーンでは、オールドカマーと言われる在日一世が若かりし、頃に故郷であるチェジュ島から強制連行されたとし、日本軍の南方戦線であるヤップ島へ送られていく中で懸命に生き抜いていく朝鮮人という設定となっている。ザ・フォーク・クルセダーズ、サディスティック、ミカバンドを率いた加藤和彦が前作に引き続き音楽を担当し、イムジン河を印象的に使われている。またエンディングのあの素晴しい愛をもう一度では、藤井隆とチャンスを演じた今井裕樹も参加している。当初、キョンジャ役には、前作と同じく、沢尻エリカを予定していたが、出演を固辞されたため、新たにオーディションで選ばれた、中村ゆりが演じた。また同じく、アンソン役も、前作の高岡葵はじめから、新たにオーディションで選ばれた、伊坂俊也が演じた。伊坂は監督の激しい叱咤にさらされながら、慣れない、関西弁と、朝鮮語にも、果敢に挑戦し、息子の命を救おうと突っ走る若い父親の焦燥感を体当たりで表現した。なお、中村は本作公開中に自身が在日コリアンであることを明かした。冒頭の駅での乱闘シーンは、前作の鴨川の乱闘シーンを超える300人の出演者やエキストラが参加した。1974年の東京都江東区枝川。アンソンとその一家は、病にかかった息子チャンスの治療のために、京都府からこの町に引っ越してきた。アンソンは、ある日、駅のホームで、京都時代からの宿敵近藤と遭遇し、彼が率いる、大学応援団と、朝鮮高校生との大乱闘に巻き込まれるが、気のいい国鉄職員の佐藤に助けられる。佐藤はその争いが原因で国鉄をクビになって、しまうが、アンソンの家族とも親しくなり妹キョンジャに、ほのかな思いを抱く。キョンジャは、ある日ホルモン屋の手伝いをしていたところに偶然に、客として居合わせていた芸能プロダクションの関係者から、スカウトを受けたことをきっかけに、芸能界入りを決意する。しかし芸能界への一歩を踏み出すものの、なかなか芸能界独特のしがらみに馴染めない。そんなキョンジャに対して声をかけてくれたのは、自然体で業界に染まらずにいる先輩俳優の野村だった。やがて、キョンジャは、そんな野村に迷いながらも惹かれ始めていく。一方、チャンスの病状は、次第に悪化し、医師より、日本では助かる術がないと宣告される。アンソンはアメリカでの治療にかかる莫大な費用のために、無謀な計画を立て、佐藤を巻き込み立った二人で愛する者の命を救うために危険な仕事へと突っ走っていく。この映画の撮影のために、関東鉄道のキハ350系機動車4両が、京浜東北線をイメージしたスカイブルーに塗り替えられた。内容については、映画レビューサイトなどでは、フィクションであるとはいえ、あまりに史実を無視し、視点が在日コリアンの主張にのみ変更している。ことから否定的な意見も多く、多方面で様々な議論が湧き起こった。産経新聞では、
日本人が戦前においてはいかに残虐で、また今日においてもいかに差別的であるかを強調し、日本人であることが嫌になる内容を持つ、徹底的な反日映画であると評した。映画評論家の北川玲子は、この作品は一方的に日本人に石をぶつけてくるばかり。監督の思い込み、勢いだけで作った暴走映画と言いたくなる。日本映画というより在日映画であり、反日映画ですねとの感想を述べている。また、週刊文春の映画評でコラムニストの中野みどりは、ある種の公式見解に縛られすぎでは？人物像が類型的で話に自由奔放さが感じられないとし、翻訳家の芝山幹雄も、情感描写があまりに類型的との感想を述べている。元在日韓国人3世の帰化者、浅川明弘名古屋大学専任講師は、捏造によって、日本人と在日朝鮮人の間にある川や、対立を意図的に設定しているばかりか、それ以上に、日本人と在日コリアンという二者の対立、さらには対決といった、極めて二分法的な世界を描き出そうという試みに、他ならない井筒氏の対立や対決を必要以上に、強調する姿勢は、現実の日本人と在日コリアンという二者の状況を反映したものではない。むしろ、井筒氏は、意図的に対立や対決を捏造し、扇動しているように思える。すなわち、日本人と在日朝鮮人の間の対立軸や差別構造を捏造まがいに再生産し、それによって、そうした状況に対する異議申し立て者としての立場を、自ら作り出そうとする意図があると批判している。佐藤克美は、映画、パッチギ LOVE&PEACE の欺瞞を切るにて、自身の在日朝鮮人たちとの長い交流を振り返りながら、映画の中で、金正日が、日本人拉致事件を認めた後に、北朝鮮が、労働新聞を使って始め出した日本非難の主張と、重なる内容を指摘した。井筒は、この映画と、同時期に上映された、俺は、君のためにこそ死にに行くについて、上映前から、戦争の美化映画等と酷評しており、俺は、君のためにこそ死にに行くに出演していた、窪塚洋介等から、映画を見てから評論してほしい、見る前に言う奴は、アホなどと反論された。ありがとうございます。